にちは、吉村農園の吉村です。はい、今日の天気もですね、昨日と変わらずって感じで、曇ってたり、雨が降ったりって感じで、ちょっとね、梅雨らしい天気って感じなんですが、今日はですね、昨日と変わらずです。まあ、昨日は作業的にはもう同じような作業をしてるんですけど、昨日の動画ではね、苗の管理方法というお話をしたんですが、今日は育苗ハウスの、まあ、親株からの切り離しの作業の動画を撮ってきますので、ぜひぜひご覧ください。では早速、ではですね、早速今日もですね、親株からの切り離し作業を行っていきます。で、今日もね、とちおとめの苗なんですけど、これはね、今まで切ってきたとちおとめとはちょっと若干違う苗なんですよ。こうメリクローン苗ね。ね、この、ね、メリクローン苗ってね、知ってる方は知ってるかなと思うんですけど、ちょっと詳しくというか、ちょっと私の知り得る情報でちょっとお話ししますと、この成長点培養をした、まあ、苗で、この普段こうイチゴってこうランナーを介してどんどんこう増えていくんですけど、そういったものって、まあ、病気がないように見える苗でも病気をちょっと持ってたりすることが多くて、もうイチゴってやっぱり炭疽病とかね、硫黄病とか、まあ、いろんな病気があるんですけど、病気にかかっちゃうような苗があるってことで、そういうふうにこう病気にかかってないウイルスフリーな苗がこうメリクローン苗なんですよね。まあ、簡単にご説明すると。で、その苗が一応このとちおとめの成長点培養を使ったメリクローン苗になります。でね、若干やっぱりね、成長点培養でこう増やしてってる苗なんで、若干とちおとめ、普通に育ててきたとちおとめの苗とは違うんで、サイズ感がね、一回りぐらいちょっとちっちゃいかなって感じですね。まあ、やっていく作業としては同じです。ただメリクローンだろうが普通のとちおとめのイチゴだろうが、品種が違うわけでもないし、まあ、やり方が違うわけではないんで、同じように切っていきます。とりあえずね、パチパチと切っていきます。ただね、本当にちょっとね、一回りぐらいちっちゃいんですよ。これ後でメリクローン苗と普通の苗の大きさの違いなんかもね、比べられるようにちょっと持ってきて、今度比べてみましょう。本当大きさ違いますね。で、とりあえずこんな感じでパチパチと切っていきます。ちょっとね、ただね、このフリー苗とかの、なんだろう、本当ね、ウイルスフリーの苗は、なんでしょうね、苗自体はちっちゃいんですけど、ランナーはなんかすげえごちゃごちゃ出てきてて、すごいんですよね、これ。いい感じで育ってます。まあ、大きいからっていいわけではないんですけどね、大きいからいい苗ってわけではないと思うんで、まあ、ちっちゃくてもこうやって小さくても、これからどんどん大きくなるでしょうし、まあ、あんまり大きすぎても、この時期っていうのはね、やっぱり曇りが多いんで、苗がひょろひょろってこう上にこう日光を求めて大きくなっちゃうことあるんですけど、この苗はそんなにひょろひょろって大きくはなってないので、まあ、いい感じで育ってるんじゃないかなと思います。見た感じ、いや、こんな感じでとりあえずどんどん切っていきます。どんどん。ただね、やっぱりちっちゃいんでね、若干この親株から切り離して切っていくのがちょっとやりづらいかな。大きい方はやっぱりね、切りやすいですよ。どこに何がこのぐらい出てるって分かりやすいし、ちっちゃいとちょっとね、切っていくのが大変、若干時間かかるかなって感じですね。普通のこのイチゴを切ってるよりも。で、苗がやっぱり小さいんで、場合によってはね、この切りすぎちゃってもあんまり良くないかなと思って、あんまりちょっとね、いっぱい切るのをやめたり、葉っぱをね、落とすぎないようにもちょっと気をつけてます。あ、ちょっとこれダメだな、ちっちゃいな。これはすごい、まあ、こんな感じでパパパと切ってきます。いや、すごいですね。こんな感じで、うん、徐々にいい感じでね、こう切っていけば完成するといったとこですかね。とりあえずね、今日今とちおとめこう3日間ぐらい切っ
してきたんですけど、これが一応今日終わればこのメリクロのとちおとめを切れば一旦ちょっとねとちおとめの親株からの切り離し作業っていうのは終わりになって、明日からはね品種を違う品種にちょっとガラッと変えていきます。明日はとちひめあたりを切っていこうかなと思います。とちひめね、また品種がね違うんで苗の大きさなんかすごく変わってきますんで、ちょっと見ていただければとは思うんですけど、ほんと品種によってね苗の大きさなんかはほんと変わってきちゃいますよね。ただねほんとこのメリクロン苗はちっちゃいですね。なんか一回りぐらいちっちゃい気がする。よいしょよいしょ、うん、まあこんな感じかな。とりあえずザクッと切った感じだけど、よし、はい、まあ、こんな感じで、仕上がりました。ちなみにこのメリクロン苗はどこで買えるのかっていうと、苗屋さんで買えます。苗屋さんで、あのね僕が買ってるところは三好アグリテックっていうところで買ってるんですけどね、一苗ねこれ500円ぐらいすると高い、めっちゃ高いんですよ。高い苗なんですけど、まあ、高いからこそ無菌であるというか、あんまり病気になりにくいというか、まあ管理方法にもよるんでしょうけどね、本当に病気にかかりにくい苗ということなんで、まあそういった苗を、とちおとめでも使ってます。そういう苗がね、ありますっていう、ちょっと今日はご紹介をさせていただきました。作業としてはね、同じ作業なんで そこまで解説することはないかなと思いますんで、とりあえずね、こんな感じで今日も苗を切っていきます。はい、こんな感じで綺麗に仕上がりました。はい、ここから見てください。こっちと。ね、なんかより小さいからねすごくね綺麗に仕上がったのが分かるかなと思います。はい、こんな感じです。うわ若干雑草が入って取っていこう。はい、こんな感じです。はい、以上です。ではですね、先ほど、メリクリン苗のイチゴをね切る作業をちょっと見ていただいたんですけど、あんな感じで、切ってます。でとりあえずね今日で一応とちおとめはある程度まあ終わりになりまして、明日からまた違う品種、とちひめって品種、とちひめの品種なんですけどありますんで、ぜひぜひご覧いただければと思います。ではね、また明日の動画でお会いしましょう。では、また明日。